シネマギークでございますけども、はい、アネックスでございますか、1月の16、17、はい、なんかイベントがあるということなんで、はい、はい、そうなんです。ですね、映画の試写会になるんですけれども、こちら、はい、菱川誠一監督が小松島市を舞台に撮りました作品、うん、新青春というね、はい、こういう映画の試写会が小松島市はミリカホールで、うん、16日土曜日、17日日曜日の2日間あります。なんとね、1回目が10時30分から、2回目が1時30分からで、うん、両日ともにやりますので、まあ、4回上映します。これ4回上映あるということは、4回見る人もいるかもしれない。いるかもしれませんね。はい。はい、でまあ、本当だったらですね、監督の菱川誠一さんと脚本の方と、うんうん、それから役者さんお一人お越しいただいて、うん、トークショーを、ね、する予定だったんですよ、はいはい、しかも4回とも4回とも4回ともする予定だったんですよ。珍しい、はい、いやね、こちらのスタッフの方が、うん、トークショーをお願いしたいんですけど何回されますかって言ったら、4回でもいいよって言ったそうで。これ司会するのも大変です。え、司会まさか、あ、そうなんです。あら、はい、私清水ひろかが司会をさせていただきます。はい、これ4回予定だったものが、実際に来られなくなった。そうです、やっぱ新型コロナウイルスの、ね、関連で、はい、今緊急事態宣言もね出てますので、あ、そうかそうか、そうですね、はい、やっぱちょっと来るのが難しいということで、ビデオメッセージを送ってくださるんだそうです。はいはいはい、素晴らしい、はい、これがね、まあ、どんな内容になっているのか私もまだちょっと知らされてはいないんですけども、はい、今日の日付を考えるとそうですね、まだまだですね、あ、まあ、はい、直前に届くのかもしれないんですけども、ただこの菱川さん、私、うん、お会いしたこともあって、うん、あと一緒に作品を作らせていただいたこともあるんですね。あ、はい、ディスタンストーリーズっていう、はいはい、コロナ禍における人と この距離感みたいなのをモチーフにした、うんうん、オーディオドラマ、こちらに菱川さんが作っていらして、はいはい、で、こちら の声優さんですね、うん、ちょっと周りにいなかったみたいで、うん、オーディションで募集してたんですね、うん、で私もやってみたいなと思ったのでやりますって言ったら、そしたら他にもキャストが足りないのでよかったら紹介してくださいって言われまして、ね、で結構ね劇団まんまるから声優として参加してます。なるほど、はいはい、半分以上が参加しているような状態で、まあね、そのやり取りとかも含めて菱川さんとは何回か話もしまして、うん、でさらに、FM 徳島のね私が持っている、うん、番組の、うん、ゲストとしても、はい、これは事前収録だったんですけども、うんうん、ロングインタビューをさせていただきまして、はい、20分ぐらいの予定だったんですけれどもね、うん、なんともう1時間撮っちゃったって編集大変だった。大変ですね、もう仕方ないのでこう前後編にして2日に分けて、それでも40分ぐらいですか。そうですね、いや結構大変っすよこれ。とにかくおしゃべりが大好きな方なんだなって、はいはいはい、サービス精神もすごい旺盛で、はい、もういっぱいお話をしてくださってね。なるほど、うん、徳島についての思いとかもそうですし、うんうん、別に徳島ご出身の方っていうわけじゃないんですけども、うん、でも徳島のことをね、まあ、第二のふるさとみたいに思ってくださってまして、まあ、菱川誠一さんについてはね、いろいろと調べましたら、うん、会社のこととか、うん、あとお家のこととかね、うん、出てくると思いますので、はい、まあ、その辺もぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、菱川さんは残念ながらお越しにはならないんですけれども、うん、きっとご自身だけで喋っても15分くらいは普通に喋っちゃうと思うのでね。はい、で、まあ、今回ね、小松島でロケをしたという作品、うん、なので小松島の地元の方が見たら、あー、ここ知っとるとかね、なるほど、綺麗に撮っとるなとかってきっとね思ってくださるんじゃないのかなと思います。うんうん、はい、本当はね、徳島国際映画祭で、うん、上映する予定だったものだったそうなんですけどもね、うんうんうん、映画祭のテーマ自体もこう青春でくくってっていう感じだったんですけども、残念ながらこれもねコロナの影響でなくなっちゃいましたので、ウェブだけで公開されていたものなんですね、新青春、はい、なんですが、まあ、今回初めてスクリーンで上映するわけなんですよ。スクリーンで見るとちゃいますからね。だからね、監督も本当ね見たかったと思うんですよ、うんうんうん、大きいスクリーンでね、この新青春がかかっているところを ね、はい、これ後で写真撮ってね、画面にビッビッといただきますけどもね、はい、見ていただきたいと思います。はい、でこちら入場は無料なんですけれども、はい、お席の方がですね、チケットの方、整理券として、うん、持っていかないと入れないようになっておりますので、うんうんうん、まあ、こちらの方も小松島市のミリカホールの方にお問い合わせいただけたらと思います。わ、はい、かりました。はい、はい、さあ、そしてですね、うん、まあ
こちらの撮影している場所、はい、アトリエクマというところなんですけども、はい、アトリエクマで今年も劇団まんまるは稽古をもう進めております、うん、あ、新年始まって、はい、もう始まってます、まあ、実は素晴らしい。そうなんですよ、はい、劇団まんまる2021年もいろんな公演で皆さんに楽しんでいただこうと思っております、はい、で、そんな劇団まんまるが出場してました、うん、こちらですね、去年の12月5日6日土曜日日曜日に愛媛県松山市のシアターネコというところで行われた四国劇王8、うん、はい、こちらですね、劇団まんまる何年目の挑戦だったのかな、うん、まあ、なんかね、こう劇を取るぞって意気込んでいって、うん、なかなかだったんですけども、うん、今回は決勝戦まで進出することができまして、はい、で、その決勝戦でも観客票は1位という、おー、素晴らしい、いい結果をね、出すことができました、うん、劇王にはなれなかったけども準劇王です。素晴らしい、準特選みたいな。ああ、いいですね。いや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 、ね、それ行くだけでもすごいんですから、はい、本当に。そうなんです。で、まあ、こちらね、松山であった公演なので、うん、なかなかね、徳島から行けなかったという方もいると思うんですが、うんうん、まあ、今の状況を受けまして、実は初めて、この四国劇王、YouTube で見ることができます。すごい。そうなんです。今ね、なので公開中なんです。あ、そうなんですね。はい。全作品見ることができます。Facebook で何か言ってました？まだ言ってないです。これ実は私も初めて聞いたよ。昨日初めて見たんです。そうなんですね。昨日初めて公開されましたっていうのがね、出ましたので、はいはいはい、はい、ほやほやの情報です。これは劇団まんまるの作品を単体で見ることができる。単体でというか、もう本当にA、B、そして決定戦という感じで、うん、一括りになっておりますので、うん、あ、ほら4組が出たら、うん、4組が順番にずっと。そうです、そうです。ということは、はい、まるまるだけ見たいっていうんだったら、そこまで飛ばさないといけない。まあそういうことですね。ということは、結構探すの大変やから、うん、よかったら全部見てねっていう。そうですね。はい、1本20分なんですよ。すごく短いもんですよ。すね、はい。安いですね。そうです、そうです。はい、なので、よかったら、はい、この作品も面白いので見ていただきたい。じゃあ、後で探して、はい、URL を、欄外のところに載せるか、はい、今、多分ここに出てるかもしれないんで、はい、それをそのまま入れてもらうか、あと検索したらどうヒットするかちょっと調べて、はい、そうですね、これで検索したら出るかもしれんよぐらいはちょっと載せておきましょうね。はい、はい、じゃあ劇団まんまるで検索したらすぐホームページが出ますので、そのホームページのトップに、この後載せる作業をしたいと思います。はい、そっか、はい、シネマギークより再生数多いんだろうね。どうでしょうね。そんなのはすごいんですけどもね、まあ、四国4県の劇団の方が関わってますからね。頑張ろう。私もね、見に行くことができなかったんですよね。お仕事してたので、うん、なのですごく心待ちにしてたんですよ。来年は主演女優として出るかな。出るかな、どうでしょうかね。まあ、それはシナリオ次第ですよね。シナリオ次第ですね。まあまあ、はい、シナリオもね、ちょっともしかしたら新しい方法を取るかもしれないし、わ、うん、かんないですけど、まあでも劇王でね、一つの、賞を取った、準とはいえ、劇を取ったということなんでね、ぜひ。そうですですからね。徳島でね、演劇ってね、うん、こうあんまり見たことない人がね、意外と多くって、多いです、多いです。舞台ってね、本当に何があるかわからないから、舞台っていうところはもろあって、うん、忘れもしないがね、21、うん、で大阪にね、研修で2ヶ月行っとった時に、はい、梅田のね、MBS に行く途中のビルのね、どっかに、ね、うん、雑居ビルの近くにね、劇場があったんですよ、はい、そこで見た劇が面白くってね、うん、後で聞いたら全編アドリブって聞いてね。すごい、あ、でもそういう劇もありますからね。だからなんか景観とね、うんうん、なんか普通の人がファン近いして、今で言うとね、うん、なんかそれぞれの勘違いから本真犯人を見つけるみたいな舞台だったんですけど、でもね、会話のほとんどがアドリブだったっていうのは、うん、終わった後で聞いて、うん、すっごいなと思って、劇ってすごいなっていうのはすごく感じました。都会の方はね、本当小劇場がいくつもあって、中野ブロードウェイとかね、うんうん、何個かあるんですよ、はい、で東京行った時に行ったんですけど、いやー、独特の空気、うん、なんか50人も入らないようなところ で、 そうですね、一生懸命やってるっていう、うん、あれはね、独特の空気感ですね。こう閉鎖的というかね、ちっちゃい中で、うん、自分とそれと他の少人数のお客さんとそれから演者だけで作るという不思議な世界っていうのはね、うん、もうこれ一度足を踏み入れたらハマって抜けられません、うんうん、東京でね、うん、300人か400人ぐらいのホールで、うんうん、はい、誰かは完全にど忘れしたんですよ。テレビに出て主演張るような人が普通に舞台立っとったりするんですよ。うん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 、うん、あの辺
もね、カルチャーショックでした。ありますよ、うんうん、ずっとね、あのテレビとかで活躍してるお笑い芸人さんとかが劇場も大事にしてるみたいなね、うん、言いますよね。それと同じなんだろうなと思います。ああ、なるほどね、うん、だけどあそこでも藤原竜也がね、何歳になっても舞台出てたりするじゃないですか。そうです、そうです。やっぱあの人のこの演技の幅、なんかどれやっても藤原竜也って揶揄する人もいますけど、いやそんなことないですよと思うんですよ。カイジが有名になりすぎただけですから。そうそうそう、キンキンに火で上がるっていうのが有名すぎるだけで、そんなことないんで。そんなことないですからね。まあ、そういった部分も含めてね、うん、あのやっぱり映画好きな人はぜひ演劇もね、うん、ご覧いただけたらね、また違う雰囲気になると思いますので、うん、ぜひご覧くださいということで、はい、これあと写真撮ってね、ポスターをこう画面にベッベッと、はい、新青春、新青春、これが1月16、17、はい、そうです。で、四国劇を、はい、これは YouTube なんで、まあ、アーカイブ残った限りでは見えるよ、ずっと見ることができると思います。はい、ということで、はい、両方楽しみにしていただいて、よかったらぜひ両方ご覧いただけたらと思います、はい、ということで清水ひろかさんのアネックスでございました。言いとこしたことはないですか。ね、実はまだ1月、そしてこの先の2月、うん、3月も公演だったりあるんですけども、もうちょっと先なので、また次回のアネックスでお話ししたいと思います。編集して総合にアップするようにしますね、はい、ということでシネマギークアネックスでございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。